られた時に必殺技使っていいん？必殺技を使用しますか？え、な、男やったら使ったらあかんって言われたけど、ちょっとこればっかりは使います。お、あ、な、なに？なに？相手の反応なんもなし？ほんでこれで取ってしもっていい？勝ち。めっちゃあっさり。え、いいん？これでいいん？なんかごめんな、なんかごめん。めっちゃせこいな。あの、嫁はん来はったでっていうリアクションもなんもなく、ああこの牛が負けてまうとは。いや、めっちゃせこいことしてんけど。それに、ほら、なんや、嫁なんでどこ、あ、どこにもおらんやんけ。ごめんごめん、びっくりさせやがって、心臓飛び出るかと思ったわ。ほんま途中で心が満たされんかったら絶対勝てとったのにな。ほんまになもう王手されてたからな。そんなん言うても言い訳にしかならんわな。いやー、ごめん。なんか両親が。しゃあないな、約束通り桂馬のこと教えたるわ。通天閣のそば、地下に降りる入り口前に男が立っとるやろ。そうなん、桂馬はあそこにあんねん。そやけど、選ばれたほんの一握りのものしか桂馬には入れへん。ありがね、ありかねっていう、ありがね、ホームレスがおって嘘みたいな名前やが。うん、そいつ昔桂馬で働いとったらしい。やつに聞けば何とかなる、わかる、なんかわかるやろ。あれ金はどこにおんの？ここからちょっと南に行ったとこに緑色のビリケンがおるやろ。緑色のビリケン？ビリケン様？なんや、観光客がよう間違うてあそこに賽銭置いていきおんのや。へえ。ああ。あれ金はその賽銭、これはわしへの奉仕や言うて、いつもパクリおるんや。その辺にいるんちゃいまっか？へえ。ありがとう。うん、行ってみるわ。おう。うん。あ、それと、あれがね、ちょっと危ないやつやから、よう気ぃつけや。危ないやつ？どっち方面に危ない？あ、光ってる。行ってみよう。あー、でも、お、なんか、今、調べる。あ、こういうのかな、鍵か。けどちょっと待って、なんか光ってんの見えた。うん、拾う。コインロッカーの鍵こんなところに用意してんねんな。で、これが緑色のビリケン様やけど、偽物なんやろ。もうお賽銭は置いてみないみたいね。すでに有金が取った後なのかしら。お金を置いて様子を見てみない？え、お金置いてみんの？え、置いてみるか。いくら置く？え、10円、100円、1000円、1万円、10万円。ちょっと待って、もうちょっと聞き込みしてみよう。なんか喋れる人いたし、ここに。肉といえば、大阪では牛肉やけど、東京じゃ豚肉なんやろ？え、そうなん？そうなん？うちも肉といえば、まあどっちかって言ったら牛肉を思うねんけど、わざわざ牛肉カレーなんで大層な呼び方する。え、カレーには牛肉ちゃうん？なんか滋賀の人は豚肉がデフォやって聞いたことがあって、ちょっとびっくりしたことがあるんですけど、普通カレーって牛肉ちゃうん？そやけど、カレーに生卵かける関西人は旗から見たら気持ち悪いんかもしれんな。え、いや、うちカレーそのまんま食べんねんけど。え、で、あの、何？情報全然違った。え、肉って言ったら牛肉ちゃうん？わからへん。え、お金、まあ、1万円ぐらい置いてみる？1000円でいいや。しばらく隠れて待ち伏せしましょう。あ、来た。あ、来た。早く行きましょう。もしもし、有金だな。
なんや、結構なんか若造やった。もっとおじいちゃんとかおじいちゃんとかかと思ってたんやけど。桂馬について聞きたいんやけど、わしもう十分継ぐのうたで。今更なんなんじゃ。え、なんやなんや。ちょっと待て。いやー、ちょっと待て。ひぃ、しつこい奴らだ。話が聞きたいだけだ。うんうん。じゃかましいわ。あは、やかましいわって。え、この金は渡さへんで。いてこましたる。はい。1000円やんか。まあ、1000円もな、最近やんな。うん。でも、殴らせてもらうからな。おっちゃん、ええ度胸やな。おっちゃん、ええ度胸してんねんで。動くんやない。えいしょ、はい。はい。よし、これいいな。違う。掴んで、ディタクションできひん。サイマさんとのコンボを狙ってみるか。サイマさんに掴んでもらおうな。サイマさん頑張って。違う、もういいわ、バッてられへんかった。頭突きで。キリュウちゃんの頭相当硬いからな。ほんまに。ね、あの、ワインの瓶で殴られても血一滴出えへんからな。ヒーよ、助け。人の話を聞きなさい。ほんまや。まったくやな。私たちはただ、桂馬って店について聞きたいだけよ。ほんまや。聞きたいだけやったのに、もう殴られる羽目になって。なんや、あんたら桂馬のやつとちゃうんかいな。うん。動かしやがって、しゃあないな。教えて。通天閣あるやろ？うんうん。あそこの展望台のとこに、いくつか双眼鏡があるんやけど、黄色の絆創膏を貼った双眼鏡が、その中に一個だけあんねん。へぇ、それで？そこまでしか言えん。え？どういうこと？わしもうこれ以上バラしたらまた怖い奴に追われまんねん。なんかやばい場所やねんな。勘弁したってや。はぁ、黄色い絆創膏の貼ってある双眼鏡って？うん。とにかく通天閣へ行ってみるしかないわね。うん。うん。まあじゃあ行ってみるか。ちょっとその前にセーブしてから行ってみたいと思います。よっしゃ。早いわね。そういえば、通天閣、まあ行くのもいいんやけど、シロちゃんってどこにいるんや？シロちゃん。あ、なんか入ってもうた。いらっしゃい。え？なんや。治療？なんや、ソフトコース、ハードコース、冒険コース、説明を聞く。ちょっと待って、何もわからずに入ってしまってんけど、ここのシステムを教えてくれ。ここは東洋医学の神秘を集結した医院やな。体力に自信がなかったりした時に活力を与えてくれるんや。え？ソフトコースはおとなしめのコースやな。軽めやけど確実に体力を回復してくれ。あー、何、ご飯食べるとこないん？新生長って。ハードコースはちょっと強めの施術やな。場合によっては完全に回復することもあるけど、運が悪いとまあおとなしめの回復になってしまうこともあるな。何それ、商売としてどうなん。冒険コースは自分の力を伸ばしたい時に助けになってくれるはずや。まあそのためには色々と条件が必要とうちの先生は言ってますけどな。何それ、物は試しやから。え、なんなん冒険コース。はいはい。3000円、いいよ。うん。なに、ちょっとシロちゃん探してみようと思っててんけど。え、兄さん冒険コースやったな。なんか、先生、なんか頭、なんか被ってんの？なんかパンツ被ってるみたいに見えんねんけど。え、わしが見つけたツボやからな。ちょい痛いかもしれんけど我慢してな。パンツ被ってるみたいに見える。ほう、今日の兄さんはこう、なんというか、オーラが漂ってますな。え、なんか怪しいな。経験や体験が充実してる感じがしますわ。うまくいきそうや。ほんま？お、うまくいったようやな。こんなに効果がはっきり出る人も珍しいで。あ、なに？こま、こまきりゅう？なんでこまきさん
さんの技をここで覚えるん。しかも読めへん。何帰り？猫帰り？あ、猫？猫？そういえば、なんかどっかで猫からヒントを得たとかそんなんがあったけど、それのおかげで？何それ？猫？どれやろ？あった！小牧流猫帰り？戦場では大きな隙となる倒れた状態を独特の体さばきで回避する小牧流の体術。吹き飛び中に×。あ、なんか前作でも似たようなのあった気する。へぇー、ラッキー。やった。よし。ちょっと、じゃあ通天閣の方に、まあ、向かってみたいとは思うんですが、ちょっと、もうちょっと動き回って、ちょっとシロちゃんがいいひんか、探してみたいと思います。シロちゃん、いるんかな？駐車場とか、いいひんかな？前駐車場で待ち合わせしてたけど、あ、なんか喋れる人いる。あ、桂馬はいいね。はい。駐車場には、どうも。誰か言い張るな。あ、シロちゃん！いやー、うちの勘冴えてる。シロちゃん、駐車場で前も、カムロ町あったもんな。もうカズちゃん待っとったで。渡す。持ってきた、ちゃんと。あ、別に、あ、いいんか。ちゃんと持ってきてへんかったら、ちゃんと渡せへんのかな。よし。おしゃれな、鉄傘。これやろ？おう、これや。いやー、やっぱこれはおしゃれやね。ほんま？なんか開いて見たことないねんけど、これ手に入れんの苦労したんと違う？いや、なんか知らん間にアイテムボックスに入っててんけど、その辺の店で売ってへんかったやろ？まあ、コインロッカーに入っててん。じゃあな、俺にこれあげるさかい、しっかり読んでマスターしや。おう。やった。あ、何やったっけ？レンケじゃなくってなんか読み方を書いてくれたはってんけどな。え、戦記術大全？なんや、てんてんてん。ざっと読んだ。あ、ざっと読んで。何？戦記章？ん？お、習得した。なんやそれ。もう一回見る。あった。三角長押し？え、奥義のれんけちゃうねんけどな。憲法の奥義の一つで、ラウカーロンも体得していたガードを突き破る秘剣。へぇー、三角中押しか。なんかキックとはまたちゃうんやな。チャージキックとは。三角しばらく入力離すで一緒やけど。なんやろ。ヒート中とか？いや、関係ないよな。まあ三角長押しか。オッケー。やってみよう。飛んでる時にバツのあれと三角長押しやな。よしよし。じゃあ、通天閣の方に、向かいたいと思います。ここか。ここやな。エンター。あ、お金取るん。600円。いいよ。今500万円あるからな、ほんまに。よし。お、いらっしゃいませ。通天閣へようこそ。おう、何案内してくれるん？あれ？うん。え、ほんで？あ、家見えるで。ほんまに。あ、黄色い絆創膏は貼られていないようだ。あ、何？一個ずつ調べていくん？これもちゃう。ビリケンは真夜中はなんて？もう一回喋って。もう。あ、ここは？ここも貼られてへん。チェック？おお、コインロッカーの鍵。ラッキー。あ、おじさんにも話しかけれる。あんたみたいな若いもんは何も知らんやろけどな。この通天閣は二代目なんやで。あ、なんかその辺のおじちゃんに聞いたで。なんか戦争中に一体解体されたとかなんや。
まあなんや、できた頃はこんな高い建物のってな、東洋一やってん。へえ、ちなみにな、通天閣って名前は天に通ずる高い建物っちゅう意味なんやで。へえ、そうなんや、豆知識やな。ビリケンは福の神なんやで。せやけど最近偽ビリケンも増えとるで気ぃつけなあかんな。あ、緑色のやつ、あれこれ調べたっけ、これも貼られてない。うんうん、こっちはこれは、あ、貼っとる。ねえ、100円入れてみ、見てみない？うん、見てみよっか。固定されて動かなくなってる。ホテルラグーナ。ホテルラグーナ。電話番号？看板以外何も見えないわね。手がかりはこれだけね。とりあえずメモしておいたわ。ありがとう、ラグーナのメモ。あ、光ってる。え、特定のアイテムを使用すると電話をかけることができます。へぇ。なるほど、なるほど。じゃあ、あの電話番号に、電話かけてみたらいいねんな。よし、よし、じゃあ、あの、スーツのおじちゃんに話し、なんか、こっちにもあるんや。通天閣ってさ、塔の高さが103メートルで、地上から展望台まで続く階段が503段もあって、塔の東西にあるとん大時計は文字盤、なんか数字好きやなこの人。へえ、全部ガイドブックの受け売り。はあ、なんかすごい暗記力やな。たまに外人さんが観光で来はることあるけど、この大阪府庁庁はちょっと分かりづらいやろうな。庁所、大阪庁所。はあ、あ、ん、あ、ビリケン様がいる。よ。あれ調べるって出へんかった今。あ、トークじゃなくって。うん、電話してみるの分かったけど。え、ビリケン様については何も触れへんねやな。あ、ヒア。あ、聞く？景色綺麗だね。明日も晴れるかな。そういえば通天閣のネオンの色で明日の天気がわかるらしいよ。へえ、そうなん？晴れのネオンの色は白だってさ。じゃあ帰りに見てみよう。白だといいな。え、これほんまにこう、ほんまに通天閣ってもそうなんかな。ちょっと待って。あ、一周してきたな。嘘や、あんたの家は奈良やろ。よっしゃ、じゃあ電話してみよう。電話アイテム、これか。ん？あ、これちゃうわ。ホテルラグーナについて書かれたメモだ。休憩4000円、宿泊6000円よりだそうだ。はい。この連絡先に電話をかけてみるか。はい。謎の男。もしもし？何？ホテルラグーナですがって、そういうのもないんやな。桂馬の件で聞きたいことがある。何、選択式ですらない。何やったっけ？ 103 番やっけ？あ、ガチャッツーツー。あ、108段やっけ？ちょっとさっきの人、この人ちゃうわ。この人もちゃうわ。ちょっと待って。あの人。うん。103、あれ？あ、塔の高さが103メートルか。503段、5.5 メートル、長身 3.2 メートル。日本一大きい。よし。ん？ 5.5、3、あ、ちょっと待って、もう一回。103メートル、503段、文字盤の直径 5.5 メートル、長身 3.2 メートル。5.5 メートル、3.2 メートル。5.5 メートル、3.2 メートル。よし。アイテム。ちょ、捨てへん。早く、忘れてしまう。はい。もしもし？階段の数は、503やろ？ 503。503。
くんまあインテスティン3回目なんや問題変わらへんのか。月の悪魔インテスティン3回目何それ。月の悪魔インテスティン3回目ガチャツーツー。はい、月の悪魔インテスティン3回目どういう意味どういう意味、うん、インテスティン月の悪魔3回目さっぱりわからないわ。インテスティンは英語だと腸、はあ、腸、腸、え、なに、なに、もうなし情報。腸、月の悪魔。早いわよ。腸、月の悪魔。とりあえず出るか。え、腸、腸つ、なんだっけ。なんだっけ、月の悪魔インテスティン3回目そう、月の悪魔インテスティン3回目なんかホルモン焼きのさお店なかったっけ。ちゃう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 、リスト、あ、ちゃうか、ちゃう、よってや、よってよってさ、なんかホルモン焼きって書いてへんかったっけ。関係ないか。でもホルモンって腸ちゃうかったっけ。あれあれ、うろ覚えすぎる、うちの情報が。あ、そうそう、これホルモン焼き腸ちゃう。ただ月のアグマとかがよくわからへん。関係ないか。もしもし、いらっしゃいませ。はいはい、いらっしゃい。何を出ししましょう。あ、普通、あ、月のアグマのホルモン、そんなもんないやろ普通。しかも0円。ここや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 。はあ、そんなもんあるわけないやろ。何ほざいとんねん。あれあれあれ、ちゃん。いらっしゃいませ。あれ、ちゃん。あ、そうや、3回目や、3回目や。もう一回、もう一回、もう一回。やば、ボケてた、今。普通になんでやろうって思ってた。3回目、3回目。しゃあないな。ちょっと待っとれや。おー。お待ちどうさん。え、なんか食べるん？てんてんてん。カリッ。ん？カリッ？う、あ、食べた中に何か入ってるんか。カラン。やっと見つけたわね。え？え？なに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 ？何が入ってたん？あ、龍馬のコマ？これを通天閣のそばにある。あ、鍵か。はい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 。なるほど。さあ、研磨行きましょう。ということで、ちょっとキーがついたところで、あ、セーブポイントがあっちにある。まあ、ちょっと長い時間やっちゃったんでね、今回はここで区切りたいと思います。ということで、ここまで見てくださってありがとうございました。毎度毎度言っておりますが、また次のパートもよろしくお願いします。ではでは、またね、バイバーイ。